デイノコッカスサーマスモンは、強い放射線耐性菌と高熱性細菌を含む、細菌の小型のモンである。デイノコッカスモンとされることもある。一般に、後期、従属栄養性。最終電子受容体に、酸素以外の物質を利用できる種もいるが、酵母エキスやペプトン、グルコースを主体とした培地で、後期的に培養が可能な場合が多い。 細胞形状は、一般的な球菌または、肝菌で、しばしばコロニーはカロテノイドによる着色が見られる。基本的には、グラム陰性であるが、一部の属は、細胞壁に厚いペプチドグリ乾燥を持つため、グラム陽性に染色される。しかし、グラム陽性のものであっても細胞壁の構造自体は、グラム陰性菌に類似しており、 太鼓酸をかきペプチドグリ乾燥の外側に外膜を持っている。小型の門であるが得意な性質を持つこともあり、現在20種の全ゲノムが解析されている。海分類はデーノコックスズナでそこに2目を含む。かつてはフィルミクテス門に含められていたが、細胞構造の詳細な解析により、標準的なグラム陽性菌との差異が明らかになると、 デーノコックステルムス門として独立の門が与えられた。強い放射線耐性が特徴。学名は奇妙な果実コッカスという意味。通常の土壌から糞便温泉にまで広く分布する。高熱菌。初期に発見された高度高熱菌の一つであり、学名はそのままギリシア語で熱いを意味している。温泉から海洋熱水域に生息し、 50摂氏75度付近に指摘増殖温度を持つものが多い。ABKEGG 生物種グリフィス E グプター RS アイデンティフィケーションオブシグネーチャープロテインズザアットアレディスティンクティブオブザデナコッカスサーモスファイラム INT マイクロビアル10 2百1 8プミド1 8百7万6千0 0 http コロンスラッシュスラッシュ www.im.microbios.org スラッシュ1003スラッシュ 1003201.pdf ありがとうございます。